赤月の円卓はドイツの作家ラルフ・イーザウによる歴史ファンタジー小説。ドイツ語版は全4巻、日本語版は2004年から翌2005年10月にかけて全9巻で長崎出版より刊行された。1900年1月1日にイギリスの外交官の息子として東京で生まれ誕生直後から 真っ白な髪と百年の命を与えられた主人公デイビッドが人類を滅ぼそうと計画する秘密結社と戦う物語。戦争の世紀とも言われる20世紀に起こった様々な出来事が織り込まれ、歴史上実在の人物も多数登場し、彼らの言動が主人公の視点から検証されていく。 目覚めの歳月情熱の歳月暗黒の歳月、前編暗黒の歳月、後編失意の歳月孤独の歳月、前編孤独の歳月、後編奮怒の歳月希望の歳月長崎出版、明治天皇、広人親皇、伊藤博文、JRR トールキン、広人新皇、アソール公爵、ヘンリー・ルース、昭和天皇、パチェッリス・キ教、教皇ピウス11世、 ヒンデンブルク大統領、アドルフ・ヒトラー、フランツ・フォン・パーペン、クルト・フォン・シュライハー、昭和天皇、アラン・チューリング、ダグラス・マッカーサー、マハトマ・ガンディ、エリノア・ルーズベルト、アドルフ・アイヒマン、アルベルト・アインシュタイン、ジーモン・ビーゼンタール、ダグラス・マッカーサー、フランツ・フォン・パーペン、アドルフ・アイヒマン、ジョン・エフ・ケネリ、第一次世界大戦、昭和天皇即位の礼、世界恐慌。 ナチズム、水晶の夜、ホロコースト、オリンピック、ベルリン大会、ミュンヘン会談、第二次世界大戦、第二次世界大戦、太平洋戦争、天皇人間宣言、インド独立運動、ニュルンベルク裁判、朝鮮戦争、世界人権宣言、朝鮮戦争、トルーマンドクトリン、アドルフ・アイヒマン逮捕、キューバ危機、地下鉄、サリン事件、ありがとうございます。